今回は日本がね、いよいよ終わり出したぞというのを見ていきたいと思います。まずは年金ですね。金融庁が年金の給付水準の維持が困難と明言したそうです。つまり今後もらえる年金がどんどん減っていくということを金融庁が明言してしまったんですね。でこの記事を読んでみると、安倍首相は3年前に年金が減るなどということはありえませんと豪語していたが、どうやら無理だったようですとのことです。まあ国民はね、3年前から薄々というか、もう明確に年金は減るだろうなと思っていたので、知ってたといえば知ってたんですが、とうとう金融庁が明言してしまった。で厚生労働省のホームページにですね、年金に対する疑問を解決しますみたいな漫画が載ってるんですが、その漫画にですね、まあ簡単なもので、年金って就職するまで払わなくていいんでしょう、いやそれは誤解ですだったり、年金は財源不足でなくなってしまうらしいじゃないか、いや誤解ですだったり、自分たちの世代はもう年金なんでゼロになるんだってよ、いや誤解ですよという内容の漫画なんですが、今回ね、年金の水準が下がるということで、いやいや誤解じゃなくて本当じゃないかとも思ったんですが、この漫画よく読んでみると、年金がゼロになるだったり年金がなくなるという内容は書いてるんですが、年金が減るという内容は書いていなくてですね、つまり年金が減るんでしょ、いや誤解ですというやり取りがなくて、まあ逃げ道というか、年金が減ることはあるかもしれないので、その内容は書いていなかったというね、今見返してみれば逃げ道を作っていたんじゃないかという漫画になってます。まあなので年金はね、もうやめちゃえばいい、やめればその分年金払わなくていいから給料から天引きされないとも思うんですが、そうしちゃうと今まで払ってきた人たちの年金も払えなくなってしまう。なのでそう簡単に年金制度をやめるわけにはいかないということで、年金はねなかなかやめれないそうです。なので今の若い世代の人たちは、払った額も戻ってくるかわからないにもかかわらず、年上の高齢者を養うために給料から年金を天引きされるというね、地獄の制度となっています。まあさらにですね、この年金、高齢者のための制度ですね。なので年金をやめてしまうと高齢者から反感を買ってしまう。で日本は高齢者も人数多いんで、高齢者から反感を買ってしまうと選挙で票が得られずに当選できなくなってしまうということからも、なかなかね年金をやめると政治家が言えないそうですね。はい、そういったところからね、日本の終わりも近いんじゃないかなと思いました。まあなので今や高齢者のための制度となってしまった年金なんですが、それすらもこの厚労省の漫画に書いてありました。この1ページなんですが、今のお年寄りたちは教育や医療も十分でなかった時代に、自分たちの親を扶養しながらここまで日本を発展させてきました。そのおかげで今の若い世代が豊かに暮らしていることを考えると、受け取る年金に差があったとしても、それだけで若者が損とは言えないと思いませんか。確かに私たち好きな大学に行かせてもらってるしな、そうねという内容で、ちゃんとね差があってもそれを一概に損とは言えませんよという内容をね明記しておりました。これは何なんですかね、若者に対する印象操作なんですかね。年金に対する、高齢化社会なんで高齢者の味方をしておけば支持が集まる、選挙で票も集まるということで、こういった漫画を作ったんですかね。ちょっと気持ち悪いですねこれは。今年金のね水準が下がってしまう主な原因として少子化もあると思うんですが、その少子化の問題でもですね、厚労省が新たな一手を打ったということで、それがですね、妊婦の病院診察料金を割り増しする制度ですね。これはどうやら妊婦の人の治療は普通の人の治療よりも医者からすれば少し大変らしいので、その分だけ妊婦の人の治療費、診察費は料金が増えるという制度らしいです。まあお医者さんもね大変なので料金上げないといけないかもしれませんが、年金の水準が下がりますと言った後にこの少子化を促進するような制度を検討する厚労省、なかなかねクレイジーじゃないかと思います。もう日本のね年金はこの素晴らしい厚労省にね任せておけばなんとかなるでしょう。次は年金ではないんですが、国の税金の使い道ですね。これもなかなかすごいということで見ていくんですが、まず新国立競技場ですね。オリンピックの開会式だったりも行う国立競技場なんですが、まあ、まだ完成はしていないそうなんですが、その外観がダサいというかひどいというからしくて、これですね。もうこれが便所だ、便器だと言われているそうです。はい、これがね僕たちが納めている税金の使い道です。こんなに素晴らしい国立競技場を作るために僕たちは税金を国に納めています。で当初国立競技場を作る前の案ですね、他の人の案としてはこういう風な近代的な曲線のたくさん入った案も出されていたんですが、これはねどうやら2500億円もお金がかかってしまうということで却下されたそうです。
で今現在のこの便器のような新国立競技場を作っているんですが、こちらの値段が1200億円。まあ1200億円もなかなか高いんですけど、まあさっきの案よりは安いということで、まあ国民のね税金ですから、もう僕たちの納めた税金を使ってますから、それはねもう堅実なものを作らなければいけないということで、この便器のような国立競技場が作られています。素晴らしいですね。もうオリンピックがね楽しみでワクワクしてきましたね。他にもオリンピックなんですが、いろいろダサいということで、まあ、国立競技場もねなかなかの見た目だったんですが、オリンピックまあ暑くなるだろうということで、暑さ対策で被るタイプの傘を考案したらしいんですが、それがこれですね。これならねもう手にも持たなくていいですし、日光も防げる完璧なデザインですね。見た目もすごくおしゃれで素晴らしいね、天才の発明品だと思います。まあここにもね多少僕たちの税金が使われているのかもしれませんね。で他にもスタッフのユニフォームなんですかね、もうこういった感じですねまあこれはねダサいとも言われてるらしいんですが、これは僕的にはねそこまでダサくはない、むしろしょうがないというか、日本のイメージから白に赤丸だったりクールジャパンの青のイメージを入れるんだとしたら、まあこういう風にねちょっとダサくなってしまうのもしょうがないのかなとは思うので、これはねまだ僕的には許せるかなと思います。はい、オリンピックのねイケてるナイスな国立競技場だったりユニフォームを見てみました。まあ日本のねお金の使い方、そして芸術的センスにね心躍る人も多いとは思うんですが、まあここで他の国と比べてみようということで、フランスの市民の素晴らしい格言をね見てみようと思います。これですね、労働者の休日出勤に対するフランスの街の人の意見ですね。日曜日に店を開けてもっと働くようにするなんて社会的な後退ですという意見です。どうやらフランスではですね、日曜出勤した場合給料が2倍になるそうです。にもかかわらずこの人の発言のように、それは社会的な後退である、ビジネスの競争原理の犠牲者になるという意見を持てるんですね。その点日本はですね休日出勤もバンバンありますし、なんなら有給消化5日間義務になったんですが、それを今まで休みだった夏休みを有給にすることにより消化する、つまり実質使える有給が5日間少なくなってしまったというね、有給義務化により逆に有給が少なくなってしまうんですが、まあフランスだったり他の国と比べてもね、日本はやっぱり徐々に終わりに近づいてきている、その終わりは近いんじゃないかなと思います。まあシンプルなね話ではなくて複雑な問題なんでしょうけど、もう僕は誰か偉い人だったり賢い人が早く何とかしてくれないかなと他力本願でね日本の救世主をずっと待ち続けています。まあでも今のところおそらく今後も日本の救世主は現れないんで、もう一緒にね終わりゆく日本を皆さんで見届けましょう。今回は日本の終わりも近いんじゃないかということについて見てみました。以上です。